私たちで児童相談所に訴えるそうさ向こうが事情を把握してないんだからそれをきちんと説明しなくちゃならないんだ確かにそれが正しい手順だよね真正面からの成功法か行きましょうリカちゃんも一緒に来るよな本当にサトコを不幸な運命から救えると思うの前にも言ったろ 運命は自分の手で変えることができるんだってな。いいわ。そうこなくちゃ。リカ、いいのですか無駄だってことは分かってる。ただ、ケイ,イチたちがどうあがくか見物させてもらうだけ。世界が終わるまでの暇つぶしよ。